さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日のゲストはこの方々です。どうも、ヤーレンズのデイです。水原一平です。違います、違います、違います。はい、すいません、はい、質問は NG でお願いします。あまり聞かないでください。じゃあお金返しなさい。なんか、そんな優しく対応するもんじゃないですけど。違うでしょ。奈良原まさきです、ヤーレンズです、お願いします。漫才サミットというイベント、はいはいはい、あのそうそう、この間初めて、はい、ました、ゲストで呼んでいただいて、大鳥ですよ。いやいや、大鳥、あの工場おかしいですよ、本当に。どう考えても僕らが鳥じゃないでしょ、あんなの。そうそうそう、だからナイツさんがやって、うんうん、サンドイッチマンさんがやって、はい、中川家さんがやって、はい、さあこの後ゲストのヤーレンズ。いや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 ですよ。そんなわけないでしょ。いや、ゲストやからね。そう、やっぱり一番最後にな、そうそう、やってもらうのね。よくないです、あんなの。本当にお客さんが完全に飽きた顔してました。そんなことないです。もう大丈夫ですって顔になってました。そんなことないです。でもあの時も、うん、まあ、一応我々そのゲストですけど、うん、一応後輩だったので、はいはい、その駅にね、うん、着いた新幹線で移動して、はいはい、駅一番にホームに降りてこう、うん、皆さんにご挨拶しようかなと思ったんですけど、うん、もう降りようとしたドアの前でレイジさんがもうスタンバイ、ドアに密着して早く開け早く開けって。せっかちだから程があるよね。出走前の馬みたいな。開いた瞬間、本当にこんなにせっかちなんだと思ってびっくりしました、ね。うん、みんなせっかちですよ、あのメンバー。そうですね。うん、そうそう。本当そうでしたね。結構楽屋でヤーレンズの様子見てたら、はい、なんすか今日みたいな顔をずっとなんかしてたりもするんだけど。うろうろしてなかった、二人。いや、うろうろはしてましたね。うん、まあ、僕らやっぱダントツで後輩だったっていうのもあるんですけど、うん、いや、なんか、うん、いや、剛さんも剛さんでなんか、うん、その、ね、なんかお客様からこう、いちごの差し入れいただいて、うん、はいはい、そうなんか 3箱ぐらいね、うん、そこ、うん、そこのいちごですって言って、うん、お、食べ食べって言って、うん、バーって開けるだけ開けて、ご本人は一個も食べないで。俺いちごいらんねん。俺はいちごいらんねん。やっぱりこう、ね、ね、ヤーレンズが若手やからさ、うん、食べてるの見たいんだよね。マジっすかー、いちごっすかーみたいな。もうその域に行ってるんですよ、師匠の。若手が食べてほしい。そう。でもヤーレンズもそんなタイプやないでしょ、別に、うん。そう、そうですよ。うん、で私もう年もそんなに若くないんですよ、僕。え、若手と言っても。僕ら37なの。あら、あら、全然ですよ。37か。しかもね、これ一番びっくりしたんが、うん、大阪なんですよ。そうです。出身。奈良原くんが。はい。はい。うん。で、僕ら二人とも大阪吉本なんで。はい、そうやね。NSC です。大阪吉本です。はい。ああ、もうそっから、な、は、ん、い、で東京出て行ったのか。はい、もうやめて。そうやね。で、K ダッシュですよね。はい。っていう流れなんですよ。奈良原くんなんか、全然出えへんやん、大阪弁。僕ないよね。全然出ないですね。もう、それ決めてんの、自分に。うん。いや、なんか、本当に抜けました。抜けた、はい。最初は、こう、やめようと思って、やめたんですけど、うんうんうん、もう実家でももうこの感じになっちゃって。逆になんか、マジで関西のイントネーションどうだったっけみたいな。もうそっちなんや。結構なんか気を使うんすよ。だから両親びっくりするじゃないですか。うんうんうん、そうそう、25まで、うんうん、前のコンビまで僕関西弁使ってたんで。おー、うん、全然想像が使えないけど。で、25から急に標準語の息子が爆誕したんで。急にね。そうだよな。両親からしたらどういうことみたいな。うんでもなんかね、大阪の人間ってあんまり抜けへん。俺らもそうやけど、はいはいはい、あんまり抜けないっていうのはあるけどね。抜けへん、抜けへん。どうしてもね。抜く気ないでしょ、でも正直。いや、抜こうと思えば抜けるんですよ。さすが。あれさすが、うん。ですよね、やっぱ、そんなに、うん。抜けちゃうん、抜けちゃうんが違うもんか。抜けちゃうんそうあれ、いや難しいと思うわ、ほんまに。僕らは、うん、本当はその、大阪出身とか、まあ、関西出身なんで、はい、でも、まあ、ずっと、見てたというかね、中川家さんのことを、うん、いや、そうです、見てた感じが、うん。いや、でも、漫才サミットの時も、はい、もうちょっとその、聞きたかったんけど、はい、大阪やんなっていう話をね、奈良原君。あまり語る、にたがれへんかったから。そうそうそう。なんか、いや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 、相当 NSC で辛い目にあったんだ。いや、そんなことない。そんなことはないです。そんなことない。はい。相当大阪が憎くて。いや、大阪時代、そうですね。いい思い出そんなないですけど、やっぱり。あ、そうか。やっぱり。出身で池田やったっけ、大阪。僕池田です。はい。あ、
だからちゃう、うん、北節のさ、まあ、言ったら結構上品な北節でもやっぱ大阪弁っているよね。北節だってやっぱりまあそうですよね。なあ、デイ君は神戸、うん、僕神戸なんですけど、うん、あのもともと横浜で生まれて中学の時に神戸に引っ越したっていう感じなんですよ、うん、はい、はい、で、あのだから横浜生まれなんで、うん、標準語じゃないですか。あ、そうか、もともとな。で、関西の中学に引っ越して、うん、で、みんなにそのからかわれまして、その。あー、やられんねえ。やられんねんな。ないね、その喋り方、みたいな。って言われて、で、これは良くないということで、うんうんうん、で、ラジオとかをそれこそ聞いて、芸人さんのラジオとかを聞いて、関西弁をこう、うんうんうん、スピードラーニングみたいな感じで。なるほど、なるほど。はい、こう覚えていったんですよ。うん、でそしたら、お笑い好きになってって、芸人になりたいなって思ったっ、うん。それからね。で、それで、はい、結構その関西弁塾は、そういうのはもう喋れてたの、その喋れてたつもりなんですけど、うんうん、もう相方からしたらすごい下手だったみたいで、僕はめちゃめちゃ分かるじゃないですか、なんかそのわかるね、なんか関西人からしたらなんかがん、うん、あ、こっ違うなイントネーション、うん、ちゃうなこのイントネーションみたいなね、でそれがちょっと分かってたって、でその、うん、本当に、うん、ツッコミも結構そのフットボーラーの後藤さん憧れで。もうあの感じ。はいはいはい。あの感じでやりたかったんです、はい、当時は、うんうん。で、前のコンビとかでもその感じでやったんですけど、うん、いかんせんそのセンスがないから、こう、相方が、もう当時の相方がボケた時に、いや、ちょっと待て待てって待たせるだけ。待たせるだけの、何にも言わないっていう。その後が大事じゃんって思いながら。その後ね、そうそうそう、はい、いい例えとか出ればよかったんですけど、ベスト。そうそうそう。待て、何々かはなかった、ね。何もなく、ずっと待たせるだけの男。待て、はい、ようあるな、それ。何も出てけえ時に。憧れ先行で、形だけ入っちゃって。で、終わりも、もうええわ。そうやって、もうええわ。雰囲気だけの。雰囲気のね。で、声も弱いし、なんか、頼んないやつだな、っていうのが第一印象で。はい、最初はそうやったよ。はい。うん、それがだってコンビ組むことになったよね。はい、コンビ組んでは大阪ではやってたの、うん、やってました。あ、はい、あ、やってたんだ、はい。それ大阪弁でやってた。だから同時期に解散して、ほとんど同じぐらいの時期に別々のコンビ解散して、で、その時に僕が、その、もう、次、だから23ぐらいだったんですよ。で、当時の芸人の寿命で言ったら結構遅くて、もう、なんか、23年劇場のオーディションにも引っかからず一回も、これはちょっと大博打しようっていうので、標準語の引きの漫才やってみようかなって思ったんですよ。大阪で。なんか目立てるんじゃないかと思って。で、その時に、あれなんか、関西弁が下手な声の弱いやつがいたなぁと思って。で、それで僕がちょっとこういう感じの漫才やんないかって声かけたら、うんうんうん、はい。やりましょうってことでやった。うん、その引き気味に。引き気味に。だから当時は、うん、今結構ブワーって結構ボケる感じのやってるみたいなんですけど、うんうんうん、当時はこうゆったり、うん、あの、おぎやはぎさんみたいな感じの漫才をちょっと志してたんですけど、うん、反応的にどうやったのそれやってる時は。それを大阪のお客さんには結構受け入れ良くて、うんうん、だからほんと、まあ、もの珍しさというか、うんはいはい、で、なんかこの感じもあって、うんうん、割と受けは良かったんですけど、うんうんうん、一貫でその大阪吉本の若手の劇場に全然ハマらないんですね。まあまあまあね。あまりにも違いすぎたというか。はい。うん。あ、これはちょっと違うな。そう、これはちょっと違うなっていうなんか、うん。うん。で、僕らもその脱力系みたいなことを言われたんで。うん、はいはいはい。脱力しなきゃいけないとすごい必要以上に思っちゃう。余計に、うん、前に全然出ない。大阪の劇場からしたら出番がないんですよ、ね、なんか。なるほどね。最後のアピールタイムある人だけども、こう二人でこうスーッと後ろの方に下がっちゃう。ああ、下がるタイプ。はい、下がるタイプで。なるほどね。で、先輩、当時の先輩方からも、うんうん、あいつらなんやねん、みたいな。あら。なんで全然出えへんねん。っていう人もいれば、うんうん、いやいや、あれはあれで別にやりたいようにやらしちゃったらええやんかっていう人が、僕らのいないところで先輩同士が口論したりとか、気使う感じになっちゃって、気使われちゃってなんか、それで、まあそういうことは東京行こうかっていうことで。なるほど、はい、でも行っても全く今のスタイルの感じ。そうですね、まあ、なんか引きずりつつみたいな。テンポ早いもんね。うん、脱力からそっち行った。こっちの方になっていきました。ガンナいっぱい喋りた
たい人だったんで、やっぱ。もっととにかく喋りたいっていう、なんか、喋っときたいなっていう。そうです。なんか、ヤーレンズはネタ時間長いって。うん。さっきもなんか来てましたね。さっきもなんか来てましたね。あ、本当ですか。うん。いや、本当にやっちゃう、ついつい。あら、ついついやっちゃう。だいたいボケでしょ伸ばしてしまうその大体ボケですよ。いやいや、この人が乗るんですよ。本当に。全然止めないんです、本当に。でも中垣さん、だから本当に似てると思います。本当に。中垣さんに、その、まあ面白さは全然違うんですけど、もう本当にもうやり出したらもうお互いがもう止まんなくなっちゃうんですよね、なんか。じゃあ、M1 はよく我慢したね。ほんまや。本当に。我慢。本当に M1 が一番しんどいですね。一番合ってない大会です、僕らに。いつもじゃないという。全然いつも通りできないんで。へぇー。レイジ君入れたもんね、アレンズ。何？あ、そうそう、俺、いや、違う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 、俺、令和の前で、令和の前で、令和の前で、そうですよ、本当に。そうそう。聞こえてますよ、全部。小声でやってますけど、同じブースなんで。そう、令和ロマンとツーマンライブやってて、はいはいはい。それがあれやで、準優勝、優勝やで。すごいよな。すごい関係違う。確かに。なあ、二組でやってる。そう。あれはやりながら、自分たちでもちょっと笑っちゃいましたね。こんなこと起きるんだ。なあ。そうか、普通小さいライブハウスでやってた子が二組で、あの、言うたらヒノキ舞台で。そうですね。それも一年ですかね。一年でこんな結果出るっていう。ああ、わからんもんやな、すごい。1年で決勝決まった瞬間にちょっともう笑ってて、最終決戦なんかもう何でもないですもん。何しての今かっていう、なんか現実味が全くなかったっていうか、もうさやかは全く眼中になかった。そうですね、そうですね。昨日のアメトークで見てましたけど、もう本人たちも清々しかったんで、お疲れ様でしたって言われたんで、あの最後、なるほど、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ何もね、結果も出てないのに、もう二人から、すごい面白いっすねって言われた。あの時も交互に出たもんね、あんな本番に。すごいね。で、それこそあなたね、レイジさんのところで止まったからね。そう、だから、順番にめくれていって、ヤーレンズ、令和ロマン、ヤーレンズ、令和ロマンで、次はレイジさんのところなんですけど、そこ止まったんですよ。で、あ、止まったってことは、ここで、ヤーレンズってなって、僕らの優勝だ、そういう演出だと思ったら、なるほど。レイジさんが令和ロマンって。そう、入れて。令和ロマンって。令和ロマンって。それはスタッフが悪い。あそこで令和ロマン出るからね。漫才サミットの時も、オープニングで、その、なんか、ま、サンドウィッチマンさんも中垣さんも M1 優勝されてるんで、ま、今日はね、なんか、準優勝のヤーレンズが来てますけど、まあね、準優勝ぐらいでいい気になられても、みたいな感じの、まあまあ冗談で、準優勝ぐらいが来ちゃいましたね、みたいな。ちょっとちょっと、みたいなこと言うと、いや、準優勝になったんだけど、その、準優勝にしたのはレイジさんなんだけどから、責任を取られても、レイジさんが入れてくれたら、優勝になったんです。あと花輪さんね。そう。あ、そうか。花輪もそう。花輪も令和ロマン。令和ロマンが。そうか。だ、トミーだけや。そう。あのメンバーが。あの飛び出さなきゃよかったな。いや、もう、二人やね。ねえ。だからまあまあ、もちろん、まあ、出るんでしょとは言われるよね。今年も。今年も、出させていただきたいと思ってます。すごいね。いや、ほんまでも、あの、ボケ数がやっぱり。多すぎるわ。覚えられない。ほんま。そうですね。僕もう数で勝負というか、そうですね。僕ら物量作戦なんで、もう。すごいわ。あの量は。面白いから。またすごいねんけど。ああ、ありがとうございます。いや、ツッコむとか、もう、こう、一個ぐらいええかなとか思ったりせえへんの？そうですね。まあ、なんか、よーく見たら、2、3個突っ込んでないところもあるかもしれない。全部が全部な、間入っていかねえんからな。難しいよね、なかなか。ぐらいテンポ早いから、ほんまに。もう今は。営業とかなんか行ったら、ほったらかしてる時もあるんでしょ、わざわざ。まあそうですね。結構ほったらかしてはいますね。しばらくずっと喋って、いつまで喋ってんだよっていうので、こう、なんか、人笑いいただく時あるんですけども、全然来ない時があるんで、永遠に、おまだまだ喋んなきゃいけない俺みたいな。そろそろ止めてくんないかな、みたいな思いながら喋ってた状況。尺が長かったりするんで、そうか。今年はちょっと結構仕事もありがたい話、割と増えたよな、増えながら。からの M1 になるんで、どうなるかわからないですけど、やっぱすごいですよね、影響力が。
ああ、そうなの。そうか。本当にでもこれは、うんうん、本当歴代、そう。だから本当初代の中川家さんたちのそのおかげではあるんで、うんうん、いつも思ってますね。中川家さんがしっかり売れてくれたから。そうそうそう。ね。そうそう。でも、これが本当にでかい。ね、最近始まる前に言ったけど、もうそろそろイライラしてるっていう質問。忙しすぎて。忙しすぎて。うん。ぼちぼち以来。いや、まだしてないですけど。してない。マネージャーが近寄ってくるやんか。はい。あのですね、って何って。そろそろ。そろそろ、もう、そうなると、イライラ。せーの、ほんま、だって、令和ロマンと変わらんぐらい忙しいやんか、やーれんぞ。そうね。そうですね、ありがたいことに結構。うん、はい。これで、吉本さんはその劇場の出番があるじゃないですか。はい。それがまたすごいなと思って。すごいです、まあ。ここに劇場入ってくるんだと思ったら、ちょっとびっくりしちゃいますけどね。はい、まいまいね。出てきますからね。ね、全国回ったりもしてんの、一応、やーれんぞ。今、営業行ったりとか。まあ、営業ちょくちょく。そうですね。はぁ、い、結構、ちょ、うん、現全国ですね。M1 ツアーみたいなものあるもんね。あ、そうですね。M1 ツアーもあって。うん、で、大阪でライブ出て、はい、その後新幹線で兵庫の加古川のなんか住宅展示場行って、そこイベントやって、で、そこは飛び出しで福岡行くみたいな。すごいな、それも。で、これもなんかなかなか、うん。なかなかのスケジュールやね、うんうん。今は楽しいですけど、状況変わったばっかりなんで。うん、あ、そうか。なるほど、ね。もう少ししたらイライラするかもしれない。その時にまた呼んでいただけたら。話を聞いてください。そうそう。いや、来たらまたね、あの、はい、トーク内容変わってこればっかりはね。うん。わからへんから、その時にならんと。いや、体のケアをちゃんとしないと。37なんで、もう。そうか。本当に。ああ、そうか。そうか。もうごまかしが効かなくなってきて。うんうん、中川家さん優勝された時おいくつですか ?31 やね。うわ、31か。30か、俺30。でもしんどかったね。あ、それしんどかった。31です。しんどいですから。しんどい。もうそうですよね。そうですよね。また中川家さん劇場出番があるからね。だから、ね、劇場もあったから。そうそうそう、そう、そう、うん。いろいろ詰まってたからね。覚えてるわ、ほんまに。僕らは M1 撮って、うん、あの、2日後ぐらい NGK 出たらめっちゃ滑ったんとかね。はい、そうなんですか。そうなんや。全然受け入れ、受け入れない。それはそれ。優勝おめでとう。NGK 違うから。違うから。本当にあの当時の映像何回も見ますもんね、その、中川家さんが M1 の控え室で、あの、喫煙所でね、二人とも、いや、ま、緊張はしてたから、ね、緊張はせんかった、今はもう、うんうん。あ、僕、ほとんどしなかったです。はい。もう、やっぱもう、その、まあ、当時めちゃめちゃピリピリしたって話もあった、うん、あるある。特に吉本で、はい、で、中垣さんなんか相当プレッシャーがあったなって、はい、思いますよね。だって、俺はなんか本当優勝候補だったもんな。うん。中川家が出るなら絶対優勝じゃんって思ってテレビ見てたもん、僕は当時、お笑い大好き中学生ぐらいだったんで。はい、ああ、そうか、そうか。で、見てたら、あ、これはもう中川家だろってね。中川家じゃん、こんなのって。多分、大阪人みんな思ってたもん、うん、この大会だったら中川家だな、みたいな。品川庄司出ないか、うん、じゃあもう中川家だな、みたいな感じで。もう絶対中川家が松岡だけど、まあ、好きやな。でも絶対感じてましたよね、この当時から。絶対優勝するだろうって言われて、現場票の高さっていうか。そう、それはもうね、会社の人からそうやって言われてたら、それが嫌で嫌で逃げ回って。だからみんな密着の部位あんねんけど、僕ら逃げ回ってたから、その部位がないんです、素材が。なるんですね。だからトイレに隠れたりとか。そうそうそう。すごい逃げ回り方。なるほど。だから、直前の白紙しかないですね。そう。残ってない。あれしか残ってない。だからあれをずっと使うしかないのか。そうそうそう。いや、めっちゃくちゃ追いかけられてたやろ。そんな、今やったらもっと時代ちゃうから、はい、M1 が、ね。めちゃくちゃ。打ち上げがあんねんもんだって。ああ、そうです、めんどくさい。終わった後に。終わった後。次の日の3時半までやってましたね。うわっ、うわ、ちょっと家帰ってホッとする時間はなかったんね。そうですね。3時半に帰って、うん、で、翌朝すぐ、朝生放送、ラビットとか。そうか。だからなんか悔しいとか思う時間もあんまなかったとか。だからよかったです、うん、なんか結構。で、次の日もまた喋りで、みんな会って同じメンバーで。そう。はい。M1 アフタートークみたいな。いや、ないもう。終わった後3時間喋ってんだから。もうな。また2時間の生って言われても、みたいな。こういうな、タクシーの中もべったりついてますね。そうですね。うん。本
当に。ただ僕も全然使ってもらえなくて。またボケ倒して。そうですね。はい。あれ真剣なやつ欲しいからな。真剣なやつばっかり欲しいんで、なんか家に密着来た時も、なんかこう、シャンプーのついででみたいな、家で何時に来ますんで、よろしくお願いしますって、ここはボケなきゃと。なるほど。そうそう。下に海パン入って、泡まみれの紙セットして、で、チェーンしか、こんだけしか開けずにインタビューする。で、めっちゃ真面目なことを、真面目なことを語るっていうのを、そう。やっぱ、こんだけ芸歴屈折も長いんで、やっぱり絶対入賞したいですね、みたいなを、この隙間で語るみたいなことやったんですけど、カメラをスッと下ろされて、いりません。撮ってくんないんだ。特許欲しかったな。撮らないならもう、あ、じゃあいいですって。ちょっとだけ開けてんのおもろいやん。いいなと思ったんですけど。めっちゃ熱く語ってんねや。めっちゃ、めちゃめちゃ熱くなって、俺はそこを見たいわ。そう。残念やな。すぐカメラ下ろされて、あ、いらない、そんなに。ちゃんとしたやつお願いしますって言われて。特定映像用に欲しい。そっちも欲しいですよね。僕ほとんどカットされてるんで、だから。だって真面目に語るのも正直。いやいや、それも恥ずかしい。恥ずかしいよね。意外とな。私なんか笑ってもらいにくくなるじゃないですか。悲壮感が出ちゃった。こんな頑張ってるんだ、受けてって見られても。そんなもんじゃないしね。笑ってよ。向こうは欲しいもんな、それは。なんか涙欲しいぐらい。うわそうそうそう。うわ僕決勝決まった時泣いてうつむいちゃったんですけど、カメラマン下に潜り込んで撮ってた。CM ハッサンでヤーレンズね、再びお付き合い願います。さあ引き続きヤーレンズとね、お付き合い願いますけど、メールもたくさん来てますので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この方綿貫さん、松戸市の方。デイさんは無類のコーヒー好きで、一杯1万円するコーヒーを飲んだこともあるそうですが、はい、他にも変わったコーヒーを飲んだことありますか。コーヒー好きなの？コーヒー僕、あ、そうですね。二人とも好きなんですけど、僕特に大好きで。はい。M1 とかの時とかは、本当に気合い入れるために、その、コーヒー豆も M1 みたいなのがあるんですよ。その土地土地で、賞レースがあって。コーヒー豆の賞レース。コーヒー豆の賞レースがあって。エチオピアの1位のやつとかだと、もう数が少ないんで、めちゃくちゃ高かったりするんですよ。で、それをよく行くコーヒー屋に行って、これ飲ましてくれって言ったら、一杯1万円って言われて。うわ、でもそれ、まあ、気合入れるためにじゃあ飲みますって言って、飲んだりはしてますね。はい。原価継ぎ。原価継ぎで。そういう、そういうことするタイプなんで。そう、一応そうですね。で、そんな髪の毛になってるの？関係ないです。テンパあ、ごめんね、漫才サミットの時、聞かれへんかったから。あ、それ気になってました。気になってた。漫才サミット聞かなくていいでしょ、相方の髪型に対して。どっちなの？いや、これはパーもかけてます。あ、かけてます。はい、かけてます。はい。もうこだわりがあんねや。いや、まあまあ、こだわりというか、そうですね。もう家でも自分で。あ、そうです。コーヒーは自分で入れて飲んでます。はあ、そう。はあ。中さんもかなりコーヒーを好きだっていうふうに。コーヒーは好きですけど、1万円はまあ飲まんな。いくらなんでも。なんか有名なこう、猫の糞からのコーヒーってあるんですけど、コーヒー豆を食べた猫の糞をちょっとこう洗っての入れるコーヒーもあるんですけど、それも結構飲んだことあって。そんな、はい。うん。あんねん。それもいっぱい1万円ぐらいするんですよ。絶対こんな缶のやつとか絶対飲まへんねん。いやいや、そんなことです。缶は缶で、まあ、全然飲んだりしますけど。はい。デイって言いにくない？ごめんね、今さ。デイです。デイ。デイ。デイ。確かに。そうやな。もう変えてほしいぐらい。変えてほしい。変えてほしい。僕の名前です。思い切って、イデにしたらいい。思い切ってですね。芸名やね。普通に。結構になっちゃうイデさん。まあまあまあ。せっかくデイで変わったミュージックやってるのにね。親びっくりしたでしょ、急に。こいつ、あら、こいつイデにしてる名字をってなる。メガネはそれは何、動画入ってるの？メガネは動画入ってます。興味津々。デイに興味津々。デイに。動画入ってます。はい。あ、目が悪い。目悪いです。あ、そもそも。いくつぐらいなの視力は。視力は、まあ、0.1 とか、それぐらいですね。あ、だいぶ悪いね。だいぶ悪いです。はい。もう、メガネなかったら何も見えない。何も見えないです。メガネ外してもらえる？あ、メガネ、はい。はい。見える？うん。いや、全然見えないです。ぼやっとしてます。見えるやろ？これ、ちょっと待ってください。これ何の時間ですかこれ何ですか？
い顔してんねんな。可愛いから。うん、女の子みたいな顔してる。そうっすか。撮った方がええんちゃうこれから。撮った方がいいっすか、コンタクトにして。ちょっと名前をいでにしたらいいんじゃない。そう。そうや。ちょっと変えよう。ちょっといでにして。撮っていでにするのも。ちょっと変えようか。まあまあちょっと、検討しますけど。イライラしたら変えていこうか。イライラしたら。あ、イライラしたら、この後、今後、メガネ。仕事で行き詰まったりとかしたら。したら、それにして、その時だけもういでにして。コーヒーのせいかな、ツヤツヤしてるな。ああ、そうですね。お肌はツヤツヤしてる。コーヒーもね、そんな。漫才サミットの時着てた服ちゃうそれ。あ、コーヒー。あ、そうだったかもしれないです。もしかして。あ、気になってたんですね。やっぱノーコーヒーって。打ち上げの時に聞いてあげたらええ。なんで今。いや、打ち上げの時ほら。突っ込んで忙しかったから。なんかボケまくる。先輩らがね、雑なボケするから。急になんかクイーンのイントロクイズ始まったりして。クイーンのイントロクイズやろうとか強さしかわからない。で、イントロクイズなのに、いや、一曲聞きたいっつって。いやいや、もう、一曲聞きたいじゃないですか、イントロクイズだから。なんだこの時代。あと、マッサージワングランプリとかありましたね。マッサージワングランプリ。本当に M1。M1 で。僕のデイの肩を、あの、花輪さんと、伊達さんと、剛さんが急にも、揉み出して、誰が一番うまかった気使わず言ってくれ。そう、気使わず言ってくれ。審査難しいやろっちゅう話をね、ようわからん。審査の気持ちわかるやろってましたね。さあ、この方、港区、カズピーさん。奈良原さんは歌と楽器が得意ですが、ミュージシャンになろうと思ったことありますかって。得意なの？あ、そうなん？いや、まあ、好きは好きですね、別に。はい。器用なんや。ギターとか、まあ、軽くは弾けます。なんか、その、弾き語りぐらいの。あ、そうなんや。え、もともとそっちを目指してた時期もあったってこと？ああ、全然ないです。本当に趣味で手を。趣味で。まあ、ギターぐらい？ギターぐらいですね。ピアノもちょっとだけだったら弾ける。ああ、そうなんや。なんか芸人さんでね、CD デビューする人とかもね、いるじゃないですか。うん。してほしいんですけどね、僕は。ああ、いいやん。でもしたいんですよ、今。やっぱ、もう、CD デビューして、M ステに出ないとタモリさんに会えないかなと。そうか。もうそうですよ。タモリさんに会いたいんで。会いたいね。はい。もう、いいともがあった。そうなんですよ。いいともだし、ブラタモリもあったんで、最悪都内ブラブラしてれば会えるかなってのもあったんですけど、もうそれもちょっと終わっちゃったんで、そうなるともうミュージシャンになって、あの階段降りてくるしかない。そうか。だから、面白いけどな。面白いけどな。でれれれ。そう。奈良原名前そのまんまなんだ。その後にグレーとか来たら面白いですもんね。確かにね。なんか。そうなんや。好きなんや。好きは好きですね。めちゃめちゃ。あ、そうなんや。一緒にやったらライブ、ギターのライブとか。あ、え、剛さんとか。うん、剛も。あの、うちの。大丈夫です。ないんで。大丈夫です。人見知りなんで僕。人見知りなんで。もうそろそろ慣れてくださいね。20分くらい喋ってるんで。いや、もうちょっと。万歳サミットでも結構近かったですよ、打ち上げ席。ね、打ち上げ席近かったの。注意ばっかりすんのよ、食べんのが早いとかさ。そう、本当に早いし、味わえとかさ。うまい、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 うまい。さら下げて、つって。いや、早い早いね。せっかち揃いだから。そう、みんなせっかちなんで。順番に来るじゃないですか、その、料理が。うん。次まだか、まだか、みたいな感じで。空気を出すんですよ。ゆっくり食べましょうよ、もう、そんな。で、来たら来たら、本当にすぐ食べましょう。うまい、うまい、うまい、あ、これもうまい、うまい、つって。醤油、あ、つけ忘れた。もうええわ。じゃあ、うまくないっすよ、もう。醤油つけたらうまいのに。で、はずっと突っ込んでたもんね。そうそう、なんか、小鍋に、この、ね、こうなんか火ついてて。はい、固形燃料固形燃料で、火が消えたら食べてくださいのやつも、もう、レイちゃんと、もうええんちゃうか？もうええんちゃう。開けちゃダメだって。消えてからって。言ってたでしょって言って、ずっと。まあ確かにね。せっかちおっさんやから。全然早かったからね。さあ、この方、横山タップさん。大阪の方。ヤーレンズの二人が今やりたい贅沢なことってどんなことですか？どんなの？環境も変わってね。あ、贅沢。まあ言うたらお金もちょっと、持つようにはなったと思うのよ。ああ、そうか。ファーストクラス乗りたい。ああ、ファーストクラス。乗ってみたい。まだ乗ったことないもんな、ファーストクラス。なるほど、なるほど。新幹線もグリーンでしょ？いや、いや、まだ。全然。ええ？全然。いやいや、もうグリーンやで。吉本の変な影響やな、それ。ほんまに。いや、全然、全然。もう。たまになんか、あの、気使ってくださるスタッフさんとかはグリーン取ってくれることもあるんですけど。基本はね、全然。あ、そう。そうなんや。
移動で行ったら、寝台列車とか乗ってみたいですね。ああいうの高いですよね。寝台列車、はい。今走ってないのよ。あ、そうなんですか。ないのよ。今ないんですか。あんのはあんねんけど。はい、まあ、これ言うとまた電車の話やから怒られる。だから、7時から。怒られるの聞いてへんことも言うから。寝台列車の話だけならいいけど、ね、これトピックしながって。自分が言ったこと10あったら、それ全部出そうとする。電車になると。電車になる。それが一番ダメなとこ。ダメだってこと。なるほどね。確かにね。電車は、なんか贅沢は何食べ物とかあと。うわぁ、うん。うわぁ、そうですね。お寿司とか食べたいっすよね。お寿司ね。お寿司ね。ちょっと銀座に行って。ああ、いいですね。銀座のお寿司とか食べたいです、ね。ちょっと入ってみるか、みたいな。はい。ああ。ちょっと入ってみる。憧れるな。連れて行ってくれそうな先輩とかおらんの身近で。ああ、でも。うん、そうですね、お世話になってるでいうと、伊集院さんとか僕はお世話になってる、絶対、はい、でも行けるやん、絶対、そうですね、行けるとは思いますね、行きましょうよそんな言い方じゃ連れて行ってもらえないでしょ頼まさしそんな言い方エセ関西弁で関西弁行きましょうよなんでだよ、なんで急にってなるわな、なるほど、あ、お時間ですか、はい、ありがとうございます、中間でございました、さあ、ヤーレンズ、告知があれば、はい、4月からですね、月に一度オールナイトニッポンゼロを担当させていただくことになりました、はい、毎月最終土曜日で、はい、初回は4月27日の、はい、土曜日からになっておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、深夜3時からです、はい、YouTube もはい、YouTube もやってます、はい、やってますので、うん、ネタとか上がってますのでよろしくお願いします、はい、お願いいたします、さあ本日のゲスト、ヤーレンズのお二人でした、ありがとうございました、ありがとうございました、どうも、ありがとうございます、これちょっとね、テレビとか見てて思うねんけど、はいはいはい、あの刑事ドラマこれ出たいねん、ああ、そうな、へえ、出てる、うとしいええわ、いちいち出てる主役のテンションで言うてくんの、ね、よ橋も橋がレギュラーで出てる、ええねん、だから、いや、そんなんしょ、木下さんの代わり、やめろ、名前を言うな、木下さんの代わりで出てる名前を言うな、えそんなの、なんでか分からんけど、ある人がおらへんくなったからおんねん、えおるおる、あ、そう、おるねん、マジで、ええー、ねん、そんな話は、ペットボトルに気をつけて、やめろそんな話をしてるんちゃうんですか、いや、刑事ドラマなんか見てて思うけど、はい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 、やっぱ見てたらな、あ、このシーンちょっと演じてみたいなと思うし、いっぱいあるやん、わかるよ、もうやりたいシーンなんかもうめちゃくちゃあるもんね、そうやろ、あれとか絶対やりたいんちゃう、あ、どれ、あの早朝にさ、事件現場に刑事が行くねんけど、うん、そこのな、あの警備してる警官に止められるシーン、うん、あれやりたい、地味いや、やりたない、やりたない、じゃあ俺があの あの警備してる警官やるから、お前刑事として入ってきて、いや、俺そんな地味なシーンをやりたいんちゃうんだけど、おい、やる気まんまやな、お前めちゃくちゃ背中まで向けてやったらええんかいな、あー、おじさん、おじさん、おじさん、ここ関係者以外立ち入り禁止だから、失礼しました、どうぞ、ご苦労さん、これなんやこれいや、こんなんやりたいんちゃう、やっぱり、いや、地味やから、やっぱ年齢とともにこれが似合うようになってくる、いや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 、じゃ、こういうのじゃなくて、もうちょっとなんかあの派手なシーンというか、かっこいいシーンあるやん、派手なシーンね、あの取り調べとかでさ、うわぁ、お前やったんだろみたいな、っていうのをマジックミラー越しに見てるシーンな、そっちちゃうねん、地味やってる、俺が目撃者の主婦やるから、お前その横の刑事やって、いやいや、その地味な方じゃなくてさ、派手な、うわ、入り込みすごいなこいつ、おぉ、めちゃくちゃ入り込んでるやん、石田さん、あなたが見た男性ってあの男で間違いないですか、似てるとは思うんですけど、ちょっと違うような、よく見てください、やっぱり違います、もっと若い男性でした、そうですか、はい、また一から操作洗い直しか、地味やわこれやっぱり地味やって、素晴らしい、いや、こんなんをやりたいんじゃないね、経験ある今のシーン、ないわそんなシーン、じゃあもっとかっこいいやつあるやろ、かっこいいやつ、張り込みとかしててな、容疑者がバーッとこう出てきて、それをこう追っかける、尾行するみたいな、っていうのを買い出しから帰ってくる若手刑事が来るシーン、そっちやりなんねん、おい、いやいや、じゃあ俺あの尾行し始める刑事やるから、せめてそっちやらしてくれ、お前買い出しから戻ってくる若手の刑事やる、せめて尾行の方やらして、なかなか尻尾出さねえな、それやりたいねん俺は、そのかっこええやつな、あ、出てきやがった、おい、あ、本部ですか、いや、かっこいい、やつが出てきました、そう、はい、それをやりたいね俺は、わかりました、なあ、尾行開始します、
すいません遅くなって、あんパンと牛乳でよかったでしたっけ。先輩？先輩やないねん。何やねんこのシーン。素晴らしい。じゃあ俺こんなんやりたないねん。お前がやらせるシーン全部恥ずかしい。いやいやみんなかっこいい思ってますよ。あもう分かった、あの俺がシーン決めるわ。あシーン決めるわ。全部決めちゃう。あそうしてそうして、あれにしよう、前の車を追ってくれみたいな。あかっこいいな。あれやあれやろ、あれやらしいね。そ車乗りやがった。パカラパカラパカラ。馬違う馬違う馬違うわ。何かあったんですか。お前が何かあったんかってなるから。車で頼むわ。くそ車乗りやがった。ブーすいませ ドン止まる。止めてんねんから止まってくれや。くそ車乗りやがった。ブーすいませんキキー。あよかった。おじさん何してるんですか。いやあの所さんの笑ってこらえてなんですけど。ダーツの旅やないかおい。話変わってくるやろ。てかなんで俺のシーンそんなふざけんねんおい。てかあのシーンもやりたい。おいじゃあ俺がやりたいねんけど。あのシーンやりたい。そのさあの新米デカが遺体を見た瞬間に吐きそうになるシーン。なんでそんなシーンやりたいのお前。あれやりたい。だから俺ちょっとあの新米デカやるからお前ベテランデカやって。やるから俺のやつも手伝えよ。あ事件現場こちらです。何やってんだ。あっちで吐いてろ。これだから最近の若いもんはイラ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 。こんなんやりたないねん別に。おやったからなお返しやぞ。やれよお前。やるやるやる。お前のやってあげたいねんから。あの悪の組織にあの潜入捜査で行こう。あ潜入捜査だ。なるほど。悪の組織のボスこれやってくれ。ハーヒフーヘロバイキンマンやないか。おいなぜアンパンマンにこの計画がバレたんだ。おいお前が漏らしたんじゃねえだろうな。ドキン友達おらんのぞ。じゃそんなシーンをやりたいんじゃないねんな。じゃ あのシーンもやりたい。おいじゃ聞けてだからな。刑事が犯人を追っかけてんねんけど踏切に阻まれて見失うシーン。何そのシーン。お前刑事やってくれな。俺あの踏切と電車やるから。踏切と電車やるの。やるから。じゃやるから俺のターンもやれよちゃんと。追いかけてな。追いかけてくそまで。ガン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 。クソ逃げられたか。逃げられたかやないねんお前。おいいいらんいらん。ちょお前やれよちゃんと。俺恥ずかしいからお前のやつやんの。かっこええやんけ。じゃああれにしよう。あの後輩のデカがこう銃で撃たれそうになる。ほんでこの銃で撃たれそうになってるのは先輩デカである俺が体を張って守る。これは絶対やるからな。それでよろしくね。危ねえ。うわー。何してんだよ。おい撃たれたあかんねん。撃たれたあかんから。何が何でもやるから。あ危ねえ。いや貫通したらあかんねん。貫通したら二人とも死ぬから。撃たれんのは俺だけ。危ねえ。余計なことすんなよお前。なんで手出してくんねん。俺が撃たれる。危ねえ。何を笑ってんねんおい。ほら記念撮影をするなお前。ちゃんとやって。危ねえ。EXILE みたいになってるから。何してんねんこれお前。やれやちゃんと。だからじゃあもう最後に特別かっこいいシーンやらせてあげるわ。何やねんな。あの係長がミスを犯した部下を怒ってるところに所長から電話がかかってくるシーン。何そのシーン。なあお前はだから部下を怒っといてくれたらいいから。はあ部下怒っといて。部下怒ったらいいからな。山下くんなんで拳銃なんか盗まれたんだね。ブルルルブルルちょっと待ちたまえ。はいもしもし井上くんから。所長すぐに所長室まで来なさい。かしこまりました。斉藤さん胃薬よろしく。なんやこれ。ちょっともうええわ。さあ今回のネタはもっといいシーンあるやん。はいネタですけれどもね。そうですね。これはもう僕が大好きなネタですね。そうですね。劇場でもまあやってたかな一時は。やったやってなかったっけ。やったような気もせんでもないねんけどな。劇場ではそんなにやってないんじゃないですか。だっていやだから単独ライブでやって、はいはいはい、劇場でやるってやったけど、はい、やっぱりその普通の一般のお客さん寄せの感じではちょっとハマらんくてやらんくなったような気するな。
いやこれに関して言うとほんまにでもほんまに数回しかやってめちゃくちゃやったっていう感じではないな、うん、何回かはやったような気するな、うん、NGK で一回ゲロ滑りしたんだけど、そうだからそんなでやめたっていうことやな、はいはいはい、うん、ルミネはねなんかサワサワ受けてたんですけど、うん、NGK でしっかり滑った覚えがそうねありますね、うん、はい、どうですか井上さんこのネタは。いやどうもこれはもうやっぱり井上さんが主役のネタなんで、うん、はい、いやこのネタのことは本当に恥ずかしいだけ。でもやっぱ羞恥心が前よりも勝ってますね。なんかな分からへんわ。昔はもうなんかもっとあの自分の間をしっかり使ってやってましたけど、うん、やっぱ今回もう間とかもそんな使わず。あでもそれ意識の外やな。だからもう今の年齢になった自分の笑いの間の感覚があの感覚やったやろな、うん、ほんまに照れてはんねんやって思った。あそんな感じではないけど、うん、なん多分だから若い時と40になってやる時のなんか差なんやろな。昔はもっとたんまり貯めて、うん、あれ先輩とかやってたのに。あだから欲しがろうとはしてたんやろな昔の方が、うん、でも僕はあっちの方が好みは好みでしたけどね、うん、だから今のやっぱり20年経った自分のお笑いのまあ、ツッコミとしての感覚ではあのタイミングやったのな多分。ああ、うん、そうですね。そうやな、も昔の方がだから多分ボケてまっせじゃないけどふざけてまっせ感のまあやったんかもな。いやあのねふざけてまっせというよりはあの時はとにかく俺が一生懸命やってくれって言っててあの時に。これはあの一生懸命やってくれへんとこれをおもろくないからって言って、まあ、マジでそのシーンをなんか再現してほしい。これ何年前ぐらいネタ？何年前でしょう。でも M1 優勝した後ですよ。そうやな。いやそうだ、だから10年ぐらい前やろ。10年前、そうですか、ね、それぐらいのような気するけどな。ちょうどツアーとかをやってない時期のネタですね、はい、久々やったなですね、これはね僕はいろんなとこでもまだやっていきたいなとは思って。これもあの唯一検索ちゃんかなんかでネタやったんですかねこれじゃないかな多分。やったっけ、はい、テレビで1回だけやりましたね、はい、やったような気もせんでもない。もう本当に井上さんの恥ずかしいシーンばっかりやるっていうのでやった気がします。うんうん、はい、まあだからそういうネタって考えたらいいよね。ベストワンとかさ。そうですね。あとはまあ、千鳥さんの癖のやつとか、ね、なんか縛りある系のネタ番組ではできるよね、はい、そうですね、うん、はい、これだから今もあんのかな、その刑事ドラマでさ、うん、例えば昔のはぐれ刑事純情派、うん、いや、うんうん、まあ若い人は分からないんだけど、うん、昔のドラマで言ったらあの胃薬とかの感じも、うん、それ系の刑事ドラマ今あんのかな。結構ねでもねあの刑事ドラマって未だにこの中間管理職というかあそこら辺で緩める癖は続いてるよ。うん、いやそうそう、あんねんけどな、うん、ああいうノリって今も表現してたりすんのかな。まあだいぶ変わってはきてるやろうけどな。そうだからあの、事件現場入ろうって止められるはなんか最近でもなんかわからんでもないし、うんうんうん、まあ痛いって吐くとかあんのかな今の刑事ドラマに。まあでも猟奇殺人っていうものがあったとしてそれ分かりやすくってなったらそういう風にすると思うで、刑事でも気持ち悪くなるとかいうのは全然演出としては分かりやすい、ね、なんかそれどうなんやろうなと思って今の刑事ドラマの代表なんなんやろうなとか思いながら。それで言うともう張り込みが怪しなってきますよね。そうやね、張り込みなんかもうないかもな今のドラマで。もうドローンでいけるもんな言うと。なんかいけるな、うん、もっとね映像がすごいからさ。前の車追ってくださいはまだあるか。でもあんまないな。
まあない、まあ、あれ自体おそらくないからな。うん、やっぱ今このシートベルトとかなんだいろいろやっぱこの映像もちゃんと規制をかけてやからな。うん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 、そうやな。だから今の刑事ドラマあるあるはちょっとまた新しいものが増えてるかもな。そうやな。うん、もうそんなな缶コーヒーとか牛乳とアンパンっていうのもあれももうイメージやからさ。そうやね。もうないわな。もうないと思うで。そらもうそうやね。だから今一番有名な刑事ドラマは相棒かなになるのかな。視聴率もいいってなったら、うん、相棒の中であるようなことか。じゃあお茶こうまあそれもだから刑事ドラマもあるあるなんちゃう。もうこう、うん、紅茶の先生が怒ってはったで、香りが失われるって言ったいやそこはええね。別にそれ香り云々はなんか演出上の問題やからなあれもせやな。だからこういうネタも10年後20年後やっぱりあるあるが変わってきたら、うん、またいろいろ変わるやろな。でも面白いで、今 NSC の俺講師やってんねんけどさ、うん、でみんながネタ提出とかしてくれんねんけどさ、うん、それ見てても古い、俺らにも考え古いもん。やっぱり昔のネタを見て育ってる人たちが多いから、まあ、そうやろな。え、今もそんなこと言うの、うん、みたいな多いもん。まああるやろなそんな、うん、そう思うとだからこういう感じのネタをぶち壊すような人が出てくるんやろな。そうね、うん、そこはちょっとだからもうレインボーブリッジ封鎖できません。なんかもう古いやん、めちゃくちゃ。そりゃもう古いよ。それでもやっぱり今でもやろ、やっぱ刑事ドラマの、うん、やっぱりこのキーとなる言葉ってなったら、うん、何え一番この言いたいフレーズ、今回のネタみたいなんじゃないけど刑事ドラマのこのフレーズやっぱ一番言いたいね。刑事ドラマで一番言いたいやつ、うん、でも確かにそう言われるとないな。でも俺なんか言うとやっぱそのもっと古いからやっぱデカ貴族とかさ、古ー、うん、危ないデカとかなってくるやん。やっぱり高裕二言いたい、古、うん、ー、 いいたい、関係ないねって言いたいまあでもあのちょっと前にやってた日本テレビのドラマのネメシスっていうドラマが、うん、タカとユージをモチーフな刑事のペア出してたから、あまあやっぱ普遍的なものは普遍的か。まあ結局はね、うん、まあ、そういうと名作というのは。俺もやっぱ刑事コロンボとかになってくるもんまたずれてくる。刑事コロンボ、古畑任三郎、やっぱここになってくる。やっぱりまあまあな、そうなってくるとな、まあまあ、うん、だまた新たなだから刑事あるあるがあったらぜひコメント欄お待ちしてますので、 そうですね、それをどんどん書いていただいて我々がアップデートしていけば、はい、このネタはまた違ったネタに変わっていくからな。そうですね、うん、はい、こういう刑事あるある今ありますから、この令和っぽいあるあるがあったら、うん、ぜひ教えていただけたらなと思います、はい、というわけでいいね、高評価、チャンネル登録もお待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。何ですか何ですか。お前さ、うんうん、結婚できたのほんま奇跡やと思うねん。おお、何やこの感じ。ちょマジでマジでマジで、だってお前恋愛のこと何にも分かってないやん。お今さら恋愛でマウント取るの無理やで。いやいや、でもほんまにそうやんか。だってお前ってさ恋愛経験で言ったらもう中2レベルやは。いや、その点俺なんか恋愛経験豊富やからね。いやお前虚しないよ今。何がやねん。いや、既婚者相手に恋愛でマウント取るって虚しいやろ。いや、ほんまのことやんけ。たまたまお前は今の奥さんと出会えたからよかったものの、もし今の奥さんと出会えなかったら絶対独り身やで。いや、独り身代表に言われても誰が代表やお前何を言うてんねん。独り身どころかな、 お前なんか出会いすらないと思うで。これ誰が得する会話だこれほんまにそうやから、ね、絶対出会いとかなかったと思うで。まあまあ言われたらこそなんかそんな気もするけど。そうやろ。だからその時のためにや、ちょっとお前ナンパの練習しとこう。はぁはぁ、ナンパの練習。ナンパの練習すんの。もしものためや。俺ナンパの練習すんの。だから俺はこっちからあの絶世の美女として歩いていくからナンパしてこい。何が目的なんこれめちゃくちゃ怖いねんけど。喋れやおい、なんで筆談で言うてくんの。
飛沫対策。いや、ええねん飛沫対策とか喋ったの。あのコロナが終わった後になるという体やから。いや、そもそも俺はこの先ナンパすることないの。ええから、ちゃんと喋ってやってこい。何これ。好きでーす。怖いわ。頭おかしいんかお前。頭おかしいんかはお前じゃん。何がやこれ。お前通りすがりに好きですって言われて頭おかしいやろが。既婚者にナンパ進めるやつのが頭おかしいやろ。何がじゃこれお前。おか、おじゃ、お前ナンパどうやってやんの。お前、俺は必要ないねん。お前が必要あんねん。何がやこれ。俺はないねん。お前があんねん。もうええわ、もうお前にナンパ無理や。はぁ、コンパ行け。お前どういうつもりや。マジでもういろいろ突っ込むことが多すぎてどうしたらいいか分かれへんわ。コンパ、とりあえず軽めのんから行くぞ。今4人以上の会食あかんねん。いや、ええねんそういうのも。コロナが終わった後の話やから。俺があのコンパ開いたるから、お前参加しろ。なんでお前にコンパ誘われていかなきゃ。あの今はな、あのコンビ仲いい時代は売れんねんって。その時代かもしれんけど、不倫しただけで一発で終わる時代や。何がよ。その前に一発で終わる時代。いいからコンパ行け。ほんでコンパで大事なことはな、 うまいことやっぱこの連絡先を聞いたりせなあかんから、その練習やろ。俺が女の子やるから連絡先聞いてこい。俺 やったらええんか。ああこのカクテルすっごいおいしい。あなたの個人情報を入手したいんですが。硬すぎるやろ。いかように見せる。絶対あかんぞお前。もっとフランクに聞いてこいや。ほんならお前はどうやって電話番号。俺は間に合ってんねん。お前だけ間に合ってないねん。何がじゃこれ。お前の練習やねんから聞いてこい。あーこのカクテルすっごい美味しい。カクテル好きなんすか。あーそうなんです。あーそうなんですか。あのカクテルの種類めちゃくちゃ置いてる、はい、バー経営しようと思ってるんですけど、どない。荷が重いわお前。もう結婚の先行ってもてるやろが、ね、連絡先交換して。絶対あかんわそんなもんお前。いやだからコンパ無理無理です。すいません無理です。お前無理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 なんやこいつ。ほなお見合いせえ。お見合い。そんな無理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 言うやつ。俺潰す気。何がじゃこら。俺を潰したいのあなたは。もしものために言うてんねんこっちは。バカだれ。なんでもしもの話でこんなキレられてんねん。はあ、お見合いで大事なのはな、この相手の人がこう質問してくるから、これなら誠実に答えなあかんから。誠実にな。そうや。う、嘘がなくやぞ。嘘なしな。あ、誠実に答えろ。俺誠実にやるわ。お名前なんて言うんでしょうか。あ、今のところ石田明です。普通に言えよ。絶対に石田明やろお前。いや分かる。そのお前な、親がもしかしたら離婚するかもしれない。何の心配してんだよ。そうだったらお前滝下明になるから。知らんけどやな、ね、旧姓は。もう石田明でええから。石田明かっこ仮です。余計なもんつけんなよ。おいくつですか。十中八九41歳です。不安なるなよ。絶対41歳やろ。でも生まれた時の記憶ないから。いやええねんそんなんは。じゃあ41歳と思われる男性の石田です。変死体かお前は。血液型は。医者曰く B 型です。すっと言えよお前。信じるか信じないかはあなた次第。都市伝説やないか。さっきのその十中八九とか医者曰くとか前に余計な一言つけんでええから、はい、すっと答え言って。すっとね、はい。お仕事は何ですか。フリーターです。嘘つくなよ。芸人やろが。いやでも誠実に答えなあかんねやろ。吉本と契約した覚えシビアなこと言わんでええねん。ええねん下でええからそんなもんは。じゃあ芸人気味です。下痢みたいになるぞお前は。趣味は何ですか。アルコールの過剰摂取です。絶対あかんやろお前は。いやそういうのこそ前に一言つけてふんわりさせろよ。医者曰くアルコールの過剰摂取です。完全アウトよそれやったらお前。特技は何ですか。骨折です。心配なるわお前。じゃあ他にあるやろ。上の人に媚びへつらうことです。かっこ悪いな。じゃあお前が最も得意とすることや。ああ井上を落とし入れることです。しばくじゃお前は。何を言ってんねんさっきから。お前そんなんだよな。絶対結婚できへんかったしな。今の奥さんと出会ってなかったら結婚なんか絶対無理やからな。おお頭バグるわ。無理やわ。どうもありがとうございました。さあ今回のネタは恋愛経験ということですけれども、はい、まあ僕がむちゃくちゃなネタですね。これはもともとむちゃくちゃなネタじゃないんですよ。大元はね。大元はやっぱり僕がほんまに、彼女もおらへん。じゃあ若い頃のな、そうそう、うん、あの出会いもないっていうので当然のことながら井上がマウントを取るっていう当たり前のネタやったんです、うん、20代の時やなこれは。もう20代の頃です。で作ったネタがこうね出してきて
おこれはもう作り変えるの無理かって最初思ったんですよ。まあ結婚してもう出るからな、さすがにもうでけへんかって思ったんですけど、うん、その時ひらめきまして、あそうか井上をヤバいやつにすればいいかと思って、うん、で書き出したらすげえ楽しくて、あいい、何よりです。うん、いやまた言いそうやん俺がな。で実際言うてるしな、あのトークライブとかで、そうそうそう、あの不倫性とか、そう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 、うん、でそういうなんを言うタイプだから、うん、だからあなかなかリアルやなと思って、うん、これはペンが進みましたねまあだから、はい、人ハメというかな、うん、この俺なら言いそうが多分散りばめられてるから、そうですね、うん、はい、なのでこれは楽しかったです。もう井上がやっぱこのマウントを取ろうとして、ですごいやっぱ嬉しかったのは、あのいやお前だけ必要やねんとか、うん、いや お前だけ間に合ってないねんみたいなのが、うん、ちゃんと受けたんですっごい嬉しかったです、うん、そのこのネタに関して言うと欲しいところ全部取れたというか、あ、はい、いつもやっぱそれね、うん、何個かこう外したりするんですけど、うん、これに関して言うと結構取りたいところ取れたので、まあそうやな、はい、まあ俺はだからやりながら何笑ってんねんあ何間に合ってない思ってんねん、客何必要ないで笑ってんねん、確かに必要ない、の必要なのは井上さんの方ですけどはぁ何言ってんねん、見せたろかプライベート全部、そうそうそういうのはもう全部おもろいじゃないですかこれいやこいつ何言ってんねんっていうやつですからそうやな、はい、うん、いやだからねこれはそうですね、またどこかでできればいいですね、まあなあ、うん、これはでもねだからネタの運びがね難しいのよ俺は。そうですね、うん、今回もやっぱ何個か抜けてますもんね。そうやな、細かい部分が、うん、やっぱこれ系のモテるとか恋愛資料とかのネタがやっぱ膨大な量あるやん、若い頃にやってたのが、うんうんうん、なんかもういろんなんがこうくっついてくんねんな、うんうんうん、やっぱり、うん、だからあれこれちゃうネタのやつやとかが出てきたりとかもあるし、それがポーンと飛んだりとかもあるし、そんなにこの今日に関してはそこまで大きく何かをミスるはなかったけど、うんうん、なんか細かいフレーズとかはやっぱりふわっと抜けたりするな、うん、そうですね、あとやっぱりむちゃくちゃなこと言うてるやん、まあ、むちゃくちゃなこと言ってますね今回に関して言うと、はい、運び自体が、はい、もう既婚者に、ナンパしろとか、うん、コンパしろ、うん、でそれ舞台上では言うけどさ、うん、もちろんトークライブとかなど言うけど、うんうん、根本はないやん、そこまでナンパせえよと思ってないもん根本はな、まあな、あ不倫せえは思ってるけど、不倫せえは思ってる、やばいやつやんやっぱりいやなんか全部壊れればいいのに、言っとくけどそうなったら終わるから俺は終わるからな、うん、せやな、お前は終わると思う、うん、俺は終わるよ、ほんま名前出して悪いけど、うん、渡部さんの日じゃないと思ういや俺もう渡部さんの5倍終わるせやなお前な、うん、でもちろんなっては欲しくないで、うん、相方としてな、うんうん、でももうパラレルワールドじゃないけどさ、うんうん、人生が2本走ってたら、うん、どうなんねやろう、やっぱ見たいはあんねん、いや今の発言もマジでこのネタのやつやで、でいやだからパラレルワールドがあったね、だからいやめちゃくちゃやばいこと言ってるで、結局映画じゃないけど、うん、そのなんていうの、俺が例えば結婚して不倫する、うんうん、なんとなく見えるやん、なんとなく、もちろん仕事はなくなる、うん、いろんなことはある、うん、でも叩かれ具合も含め、うん、なんとなくこれぐらいやろなはね、うんうんうん、自分の中でな、うんうん、お前が不倫する、うん、どうなんねやろ世間って、ああはいはいはい、俺は確かにもうすごい、もう多分日本に住まへん
そうなったな、そうなったら。そうだからこんなに日本大好きで海外嫌いやけど、日本を捨てると思う。そのレベルをが分からんから、だから分からんことやから知りたいわね。うん、でそれで言うと、お前はなんか、いや俺が結婚して、もしも不倫した場合、うん、なんとなく見えるやんって言ってるけど、うん、お前前科2班目やからな。いやだから、でもなんとなく分かるやん。お前はだからお前はお前でってなるからな。いやでも結局あいつってなるから。いやだから結局俺が叩かれるで、うん、だからなんとなく分かるやん、叩かれこんなぐらい、もうだから、まあ、追放まで行くやろうけど、うん、なんとなくは分かるやん、うん、叩かれてる具合も、うんうんうん、でお前の場合はほんま刺されかねんやん。なんで刺されんねん、逆になんで刺されんねん、誰にやねん。いや分からない、それぐらいやんか、もう今の何ていうの、石田を知ってる人からしたら、うん、だって100人に聞いたら100人でも石田が不倫なんかするわけないって言うやん、うんうん、例えば石田さん不倫の記事が出るらしいっすよ、うん、で誰か言うでしょ、うん、いやありえへんやろ石田は、で多分100人だったら100人言うやん、うん、でも万が一してたらどうなんねやろっていうのがやっぱあんねん。なんでこういう話をしてる時にお前は目がキラキラしてんの。いやならへんの分かってるからやん、だからファンタジーやんか、こっちからしたら。恐ろしくないですか、人のそういうさ不倫したらみたいなのをファンタジーって言うんですよ。いやせえへん、絶対せえへんやん。怖くないですか、絶対せえへんやんか。いやだからやっぱこのネタに関して言うとやっぱ本質をついてるんですよ、井上さんの、うん、マジでそういうあのいほんまに危険性というか最高なところな、うん、うん、が出てたんやと思います。だからもう人生2本あったらなとほんま思うな。人生2本あったらなっていうネタ書きますね。じゃあ、あ、ちょっと頼むわ、はい、あ、2本だ、想像で書いてみてくれよ、もし石田が不倫したらっていうネタを。まあでもそれを書いたらほんまにせえへんやろな。いやせえへんと思う。だそれを書けば、うん、確定やもんな。で今でもする気はないやもちろん、それはな、うんうんうん、それはちょっと見てみたいかな、うん、石田の思ってる自分が不倫したら、うんうん、弾ますな。え、心を弾ますな。ワクワクするぜ。怖い。ぜひお楽しみに。ということでいいね、高評価、チャンネル登録お待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。